部隊を分けて進行する。ガッツ、お前は向こうの砦だ。キャスカはリッケルトを連れて森の紹介に当たれ。森？きっと何かあるんだね。隊長、本隊より先に砦を落としまいましょう。グリフィスには分かってたんだね。こりゃ乱戦だな。ユリウス殿下さえご存命なら、我が軍は翼の片方をもがれた形だ。これでますます鷹の弾の重要性は。制圧完了だ。本体が遅れているようだな。キャスカ、どうしたの？調子悪そうだよ。問題ない、気にするな。こんな時に。俺はここで指揮を取る。ミッドランドに遅れを取るなど、このアドンが出てやろは。次の作戦に移ろう。背が高いぞゲロ。聖芸長重装猛進撃滅騎士団長アドンの名を知らぬか。知らねえな。全軍突撃！ガッツ、奴は奥へと逃げ込んだ。追撃しろ。本陣に敵を寄せつけるな。応戦しろ。止められるな。
任せろ。コルカス、警戒に当たってくれ。敵の援軍が来る。援軍？このタイミングにか？手を貸してくれるか。俺様の見せ場ってわけだな。なんでお前がここに。チッ、いいから手を貸せ。よし、本陣にたどり着いたぞ。取られただと。急いで体勢を立て直せ。このままじゃ大崩れだ。甘いんだよお前ら。グリフィスはみんなお見通しだよ。当然手柄は俺のだかんな。捕まえたぜ。来たか小僧。だが貴様のような下郎にいつまでも構ってはおられん。我が聖芸町重装猛進撃滅騎士団の戦士たち、その男をここから出すなよ。Oh, shit.
女の分際で騎士の真似事などしよって、その仙人町の地位もあのグリフィスとやらの人根に潜り込んで手に入れたのだろう。貴様女の身でありながら戦場という男の聖域に踏み込んだ浅はかさ。この聖芸超重装猛進撃滅騎士団団長アドン様が知らしめてくれるわ。うん、いや、そら、どうしたそこまでか。そのざまで仙人町とは少子千万、鷹の段もよほど人手不足と見える。おう、見ればなかなかの器量。今までの比例は許そう。どうだ、チューダーに来んか。仙人町に迎えよ。我がチューダー兵仙人を慰める仙人町にな。ガーケツが嫌か。ならば死ねえ。せっかくこの私が何度も逃がしてやったというのに、そんなに戦争の餌食になりたいか。よかろう、このアドンが相手をしてやる。まだ返り討ちにしてやるよ。わけたこと、この時はまだ全力ではなかったのだ。だがまぐれは二度続かん。我が小ぼ一つけ140年にわたり伝承されし戦争術、最大奥義、くらえ岩山旋風。うにゃ、岩山旋風、何を。よっしゃ、いつものお前らしくないぜ。気抜いてると。おい、キャスカ。